うわ、なんか学校だ。めっちゃいい感じの学校だ。はい、前回の続きから謎の声の出どころを探そうみたいなところからで、どこ行きゃいいのってなったところね。多分あのびっくりマークのとこに行くんだと思う。この辺危ない洞窟もあるから、うん、行かないようにっつったってこれ絶対行くやん。あ、柵壊れてる。ここや。早く学校行きたいんだよな。学校どうした？あ、めっちゃ倒れてるやん。え、これ伝説のポケモンじゃないの？もう倒れてるやん。なんてか、かわいい。ぐるるる。バウ、バウ、ワウ。もう絶対かなわないじゃん。やめとき。あぎゃー。食い殺されそうなんだけど、大丈夫？あ、ちょっと大丈夫？ちょ、大丈夫？何それ。やばいじゃん。めっちゃいいやん。キャインキャインつってな、ほら。うわー、てかさっきのロトムの機能やばいやん。落下ダメージ防げるってこと？てかもう伝説のポケモンなんだけど。こんにちは。うぅ。めっちゃ弱ってるやん。謎のポケモンは力なく倒れている。熱盛思い出すんだけど。元気になるものあげようか。うん。え、なに？元気になるもの。傷薬か。てんてんてん。これではなかったみたい。他のものあげよう。え？え、まさか？え、これ？ママのなんだけど。え、ママのサンドイッチ？マジで。え、これ？あ、かわいい。あ、これなんだ。マジで。え、ママのサンドイッチなんだけど。あぎゃ？食べた。ガツガツ。これで元気なるか？うわぁ。え、パケのポケモンだよね、これ。あぎゃす。あげあすって、こんな序盤で出会うんだ。目がモニターやん。どうした？めっちゃ機械なんだけど、モーターついてるんだけど。あげあす。何？あぎゃーす。急に元気やん。めっちゃ機械チックやな。かっこいい。かっこいいね。あ、なんかついてこい的な。どうやって置いてんの？なんか思ったより大きくないんだ、伝説のポケモン。うわー、冒険始まった感じすごいんだけど。うわ、おるし。ついてこいってこと？どうやって置いてんの？入り江のほら穴。あ、ネモが行くなって言ってたとこやん。怖いんだけど、大丈夫？うわぁ、ポケモンスナップのなんか、あ、アイテム。ポケモンスナップのコースみたい。マスターボールね。おーい、サイ。まあ、ネモやん。痛さい、大丈夫？怪我してない？まあ、なんとか。よかった、本当に失敗した。え、自分どっからそこ来たん？私が声の出どころ探そうとか言い出したから。うん、今とにかくこの状況を解決しないと。どうにか上まで登ってきて、近くに来てくれたらポケモンの技で引っ張り上げるから。オッケー。うわ、
八重切り岩砕き。わわすごいすごい、私のポケモンと同じくらい、いやもっと、いやもっと強いやろ余裕で。うわいるやんポケモン。うわなんだっけなんだっけあれ、うわなんだっけ、捕まえよう、ドン。なんだっけ、あヤングースね。あやばい、あっあーもう分からせすぎ、殺しちゃった。捕まえたいんだけど、初めて見たポケモンはね捕まえたい。あちょっと待って、あいついけるんちゃう、え無理なんあれ、投げるの無理なん、え上に投げれないんだけど無理なん。あっドン、待てよ慎重にな、引っかくにしよう。はいはい、いい感じいい感じで、いけイエーイ、いいね、ヤングースを捕まえたぞ。あつける、ねヤングースだから、はい、ではあえて天敵の名前をつけてあげました、ハブかっこいいんだけど。あええディグダだ、ディグダドン、あかわいい、捕まえよう、引っかく、あっ危ねえ危ねえ、で謎のポケモンめちゃめちゃ待ってくれてるんだけど、あやった、よしよし、モグラポケモンディグダ、皮膚がとても薄いので光に照らされると血液が温められて弱ってしまう。あそうなん、ええそうなん、大丈夫、ねどうしよっかな、まあ見た目から言えばこんな感じ。いやでもこいつ進化するしな、まだ親指は行き過ぎよな。はい、では小指で頑張って進化してね。あーもう6匹超えたんだ、みんなめっちゃあれやん、しばいた後やから体力がないわ。お待たせ、ごめんごめん、あめっちゃ来ためっちゃ来た、めっちゃ来た、さっきの2匹が連れてきた、やばいって自分ら。この物質何、このキラキラしてるやつ、あれやん、ドラえもんの光ゴケみたいな。おお乱暴ですね、なんかいる、岩が壊れちゃった、すごい破壊力、なんて技なんだろう、もっと近くで見せてほしいな。ネモが強いポケモンに興味津々やわ。さあ気をつけて、何か来てるよ、何、後ろ後ろ実況してくれてる、あーさっきのやつや、かっこいいですね、ルガー、あやばい、あやばいやばい見た目が、ちょっと待って、しかも回復すんの、手が震えてバックから道具を取り出せる、何、ちょっとちょっとこれやばいんじゃない、あっしばかれる、100しばかれるんだけど、あー待って、えどうした、え食われた、あれ何、手持ちに戻ったんだ、あ待ってバッテリーが、バッテリーがないです、うわ戦うの、うわめっちゃモギだー、やばい、やばすぎる、ちょっとやっちゃってください、えめっちゃ来てない、めっちゃ来るやん、え何何それ何おーい、え抱えられたんだけどポケモンに、うわめっちゃかっこいいんだけど、ああ拍手、めっちゃかっこいいんだけど、抱えられることあるポケモンに、すっごい身のこなし、危機一髪だったね、マジな、ありがとう、バリかっこいいけどあ、どうした、大丈夫、やっぱ体力がギリギリやったんかな、力を使い果たして疲れちゃったのかな、なんだろうこのポケモン、モトトカゲってポケモンに似てるけど、モトトカゲ、こんな姿見たことない、いきなり形が変わったけど大丈夫なのかな、うん、わかんない、あれやん、ポケモンセンター連れてこや、
ていうか本当無事でよかった。そういえばさっきの戦いすごかった。ヘルガー相手に謎ポケモンと息ぴったりじゃん。いやほとんど戦えてません。この子に指示出してなかったの？ああそう、自分の意思で助けてくれた。まだ3位のポケモンになったわけじゃないんだ。あ、よかった。ちょっと元気出たみたい。あ、ほんと？さっきの謎の子や正体はこの子だったのかな？ギャオス。くー、見れば見るほど不思議なポケモンだね。3位のポケモンになったら絶対勝負させてね。あ、捕まえたいとかは思わないんだ、ネモ。もしもの時のために連絡先交換しとこう。あ、今。今？強いポケモンと戦うための技覚えさせる道具もあげとくよ。ありがとう、スピードスター。まあ何でもくれるやん。技増しは一回使うとなくなっちゃうから注意してね。変な目にあったしちょっと休憩。灯台登って一休みだ。灯台に行こう。 OK。 行く？行きますか？ついてくるんかな。あ、危ない。落ちちゃった。あ、もう登れないんだ。二人とも来る？どういう感じそれ？どうしたの二人？あ、誰かいるんだけど。あ、来た。あいつは？あ、めっちゃ走ってきた。なんでいる？誰ですか？なんかラケット持ってない？卓球のラケット持ってない？君確か文系クラスのペッパーだっけ？ポケモン博士、フトゥー博士の息子さん。あ、そうなん？生徒？父ちゃんは関係ねえ。ペッパー、なんかガタイが良さそうですね。それよりこのポケモンなんでいるんだよ？どうしてこの姿に？いや知らん。助けてくれました。不思議な鳴き声を調べてたら最後崖から落ちちゃって、はあ、この子は助けてくれたの。力を使い果たしたみたいでその後へたり込んじゃったけど、形が変わる前はものすごく強かったんだよ。あ、形、あ、変わってるね、よく見たら。あの浮遊してる姿と今の四足歩行は違うんだ。だろうな、この姿じゃ戦えねえさ。ミライドンの本当の姿は戦ってる時のフォルムだからな。あ、ミライドンね。はいはい。ミライドンってこの子の名前？なんで知ってんの？なんかね、あんまりポケモンやろうと思ってたから、あんまりね情報とか見ずにね始めたんですよ。プレイした時にね知りたいと思ったから、本当にツイッターで流れてるのを見るぐらいしかしてない。あぎゃギャス、うん？あぎゃギャス。研究所には入れねえよ、鍵かけたからな。研究所？お前見かけない顔だけど、その制服はうちの学校の生徒かよ。何ですか？未来では普通のトレーナーが扱えるポケモンじゃねえ。どういうポケモンなの？ふん、ミライドンの世話が務まるか、俺が試してやろうか？え、何ですか？へへ、意外とやる気満々ちゃんだな。何ですかその言い方。あ、勝負か、ポケモン勝負か。モヤモヤ気分晴らさせてもらうぜ。やろうやろう。ポケモントレーナーのペッパーが勝負を仕掛けてきた。星ガリス。あ、うちにいるやつじゃん。実家にいたよね。あ、ポケモン一匹やん。ボコすぞ。まず尻尾を振って、はい、可愛さを振りまきます。これで若干の分からせ。体当たりね。で、木の葉。噛みつくはどれぐらい効くの？あいやん。
はい、分からせました。てか、ミライドンが感染してる。イエーイ。パタモン新しく、スイトル覚えた。小指新しく、鳴き声。ちょっと待って、誰か分かんなくなってきた。ニックネームつけたらこういうのあるよな。なんだその反応。ちょっとやるみたいだな。あ、300円徴収しました。サイナイスファイト。あ、ナイスファイト。捕まえたばかりのポケモンじゃ話にならねえか。あ、捕まえたばっかか。なんで1匹しか持ってないの。ミライダンを連れていくならこれ持ってけ。あいつを制御するモンスターボールさ。え、ミライダンのボール。え専用ボールをお持ちですか。大切なポケットにしまった。ミライダンのボール。謎のポケモンミライダンを入れるモンスターボール。ペパーという男の子からもらった。うん。てかペッパー下まつげすごいな。だからなんでそんなの持ってんの。やっとボール手放せたぜ。じゃあな。あれか、博士とかが作ったのかな。あ、てかもうバイバイ、一緒に学校行こうや。あ、めっちゃ走ってきた。ちょっと仕方しすぎじゃない。ほんまそれ生徒会長やで。学校ちゃんと来なよ、おかしなやつ。はっきり言うやん。わ、かわいい。え、待って。え、待って。そんなすんなりゲットしたんだけど。でもなんか知ってそうだった。今度会ったら勝負して問い詰めてやろうね。え、伝説のポケモンこんな感じですんなり手に入れんの。え、てか伝説じゃないの。そうだ、東大上から学校見るよ。うん。ネモもかわいいな。そばかすがかわいい。土台登ろう。はい。え、てかミライドンってさ、手持ちになるの？じゃ誰か図鑑じゃなくて送んなきゃいけないんじゃないの？ボックス。あ、めっちゃいいやん。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。わ、めっちゃいい。にゃんほ、いいぞ景色。さあ見て、あれがテーブルシティ。ああ、割と近いな。ボールがついてる大きな建物が私たちの学校なんだ。うわあ、ホグワーツってこと？楽しみ。サイト勉強できるの今からすっごく楽しみ。勉強、楽しみ。温度差すごない？楽しみ。そうこなくっちゃ、いっぱい学んでもっともっと勝負しようね。こいつ戦闘狂やな、マジで。東大からの景色すっごいでしょ。見渡す限りの山、草むらに森。この自然の中、いろんな場所でたくさんのポケモンが暮らしてて、サイトの出会いを待ってるよ。改めてパルデア地方へようこそ。うわー、いいやん。さて、見ての通り、まだまだ先は長いんだ。何？あの建物。ガソスタみたいな。ひとまず途中のプラトタウンを目指しましょう。うん。え、一緒に旅するんだ。うわー、いいやん。プラトタウンを目指そう。はい。待って待って、ちょっと待って、記念撮影しとくわ。ちょっと待って、あ、何？あ、着替えれるじゃん。わ、わ、わ、めっちゃいいじゃん。今は夏なんだ。わー、秋服。冬服。まあ、夏が可愛いな。ハイソックス、クルーソックス。あー、いいね、いいね。あー、今はこれだけ持ってんだ。何？スクールグローブ。あー、根も長いやつしてるよな、片っぽに。あー、いいですね。何？あ、メガネ。え、メガネでめっちゃいいやん。あ、何？あー、モーションあるじゃん。あー、いいね、いいね。あはかわいいんだけど、何それ。あ、待って待って、ニャンホン寝てる。ニャンホン寝てるから。